はい、今回は、0円購入エラーで何かと、話題の、ライフに口座を開設して、ちょっとだけビットコインを買ってみる動画です。基本的な流れは、アカウントの作成、サイト内での本人確認、郵送での本人確認、入金、ビットコイン購入、といった感じです。では、早速始めてみましょう。まずはサイトにアクセスして、アカウントを作りましょう。メールアドレスを入力して、返信メールに記載の URL からアクセスして、必要事項を記入していきます。無料会員登録は、こちら、のリンクですね。送られてくるメールは、こんな感じです。シンプルですね。リンクを踏んで、基本情報を登録していきましょう。利用規約と、重要事項説明に、目を通して、2箇所チェックしたら、パスワードを入力します。情報をすべて入力して、次へ進みます。基本情報の次は、本人確認書類の提出です。運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、あたりの画像を準備して、送信するのが簡単ですね。チャート式で、設定完了までの進行状況が、わかりますね。本人確認書類の項目は、申請中となりました。しばらくして、ログインし直すと、本人確認書類の項目が、完了に変わっていました。次は、電話番号認証です。登録した携帯電話の、番号に、ショートメールで認証コードが、届くあれです。届いた認証コードを、サイトで登録すれば OK ですね。はい、本人確認は、郵送での確認を残すのみになりました。ただ、コードが届くまでに数日必要ですね。ということで、2段階認証の設定も、済ませておきましょう。サイト内に、いくつかの2段階認証アプリが、紹介されています。僕は、IIJ スマートキーというアプリを、スマートフォンにインストールしました。スマホが、ワンタイムパスワードを生成してくれるトークンに、早変わりです。トークンをサイトに入力すれば、晴れて2段階認証は完了です。あとは、書き留めが送られてくるのを、待つだけですね。3日ほどで、本人確認コードが届きました。これを入力すれば、サイト上のすべての機能を、使えるようになりますね。これで初期設定は完了です。お疲れ様でした。いよいよビットコインを手に入れましょう。まずは、ライフに入金する必要があります。いくつかの方法がありますが、僕は銀行振込で入金しました。日本円のページで、入金したい金額を入力すると、振込先が提示されます。あとは指示の通りに、コードを記載しつつ振り込みをすれば OK です。しばらくタイムラグがありますが、素早く反映されていますね。あとはビットコインを取引すれば OK ですね。取引のページで、今回入金した分を、成り行き注文しました。これで、
0.0088 ビットコインを手に入れることができました。嬉しいですね。はい、いかがでしたか？めんどくさい感じはありますけど、難しくはないですね。ネットバンクや FX の口座を開設するような感覚です。まあ、今更な感じがプンプンですが、これでビットコインの価格変動で、一喜一憂できる僕になりましたね。以上、おしまいです。